はい、デレクの石本です。今日はですね、珍しいベースをご紹介しようかなと思います。これですね、見たことありますかね。これアンペグのね、スクロールベースっていうベースが、昔あったんですけど、それをイメージしたね、オリジナルモデルというかね、スクロールベーススタイルという感じですね。コンバットっていうね、日本のビルダーでね、作ってもらった、限定ごく少量、私の聞いている範囲ではこれを含めてもう一本あるぐらいだそうですね。で、そのこれの場合は一応、スクロールベースのね、サンバースト、わかりますかね、サンバースト、裏側みたいなね、これね、サンバーストモデル、このネックなんかもね、こうバイオリンのような感じで、ヘッドもね、これ、見てもらったら、このバイオリンというか、こうコントラバスみたいなね、ヘッドになっててね、これ F ホールが穴が開いてますけどね、持ちやすいっていうね、そういう問題ではないと思いますけども、そういうベースでございます。で、ピックアップは EMG のピックアップを積んで、ダークグラスの、トーンカプセルっていうね、プリアンプを搭載しております。ベースミドル、ハイミッド、それからこのミニスイッチでね、プリアンプをカットできると、で、あとヒップショットのね、D スタイルの、テールピスとブリッジと、いう感じでね、なかなかいい感じではないかなと思います。またね、詳細に見ていただいて、サウンドチェックという感じでね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では行ってみましょう。はい、それではですね、詳細に見ていきたいと思いますけども、これがスクロールベースの本体のですね、この F ホール、これ全部スコーンと下までね、穴が開いております。で、ボディ材は、メープルということになってますね。はい。で、センターのピックアップが、EMG の 35P と、それからこのブリッジとテールピースは、ヒップショットのね、D スタイルですね。で、こちらがマスターボリュームの、それからこれがミニスイッチで、イコライズのオン、オフですね。こっち側オフ、でこっち側がオンで、ハイミッド、ロー、あ、ミッドベースと、でセンタークリックがついてて、そこから上へ上げるとこう、まあ、ブーストするとかいう感じになるのではないかなという感じですね。で、指板がエボニー指板でございますね。で、フレットが21フレットの、ジャスカの、ステンレスフレット、ナットはブラスですね。ブラスナットでアジャストラットが上にあって、でこのアンペグのスクロールベースのオリジナルのヘッドでございますね。では裏側にしてみようかなと思います。はい、裏側はこんな感じですね。で、サンバーストなんで、こうネックの裏もね、こういうの、あ、これネックはね、メープルネックです。はい。で、ね、サンバーストフィニッシュになってて、ちょっとヴィンテージ感がありますよね。で、デタッチャブルネックね、バックも サンバーストフィニッシュになってて、でここに、006P 9ボルトのね、電池が入ります。で、こちらが、バックパネルになってコントロール関係ですね。ね、で、見えるかな、この下が、はい、これがジャックですね。で、ロックピンのストラップピンがついております。こっち側もね、はい、大体こんな感じですね。はい、それではね、サウンドチェックに行ってみたいと思います。もうまずね、全体のボリュームがこれ でこのミニスイッチが上にするとこのイコライジングがオフになります。で下にするとこのロー、ミッド、ハイミッドのイコライジングがオンになって、センタークリックがあって、そこからまあ音の幅がね、広がると、まずはこのオフの状態でね、弾いてみたいと思いますね。
あね、今度これをオンにするとね、イコライジングが効くんですけどね、これが、一番外側にあるやつがこう低音が強調されますね。アンプのセッティングだとかね、アンプの種類なんかによってもイコライジングで補正したりとか、まあ曲調によってね、こう割とブリブリっといきたい場合は低音を上げてみたりとか、ハイポジションでソロプレイなんかの時だとミッドハイなんかをねちょっときつめにすると、アタック感が強く出てね、いいのではないかなと、このように思う次第でございますですね。コンバットのオリジナルカスタムベースですね、スクロールベースモデルをですねご紹介いたしましたですけどね、詳細に見ていただいて、それからサウンドチェックもね見ていただいたと思いますが、このダークグラスのね、トーンカプセルっていうプリアンプでね、ロー、ミッドハイというイコライジングでかなり音のバリエーションも広くなって、でこのミニスイッチでね、イコライザーをカットすればもうベース本来のこのズシッとしたねサウンドもね体験できるということで、サウンドバリエーション非常に豊富なので、こうトラディショナルな音楽から、それから、まあ、派手なねハードな音楽までね十分対応できるベースではないかなと思います。これ余談になりますけどね、この、オリジナルであるアンペグのスプロールベース、ザバンドのねリック・ダンゴさんっていうね、もう亡くなりましたけど有名なベーシスト、バンドのベーシストですけどね、彼もこれを弾きながら、ザ・ウェイトとかね、歌ってた映像を見たことがありますけど、実は実にこういう感じの雰囲気でやってたのかなと思う次第でございます。はい、まあこの細かいところのね詳細はまたホームページの方にも、デレグのね、お店のホームページの方にも書いておりますので下にリンク貼っておきますから、よかったらまたそちらもチェックしてみていただければと思います。今回はですねコンバットのカスタムベース、スクロールベースタイプこの一本をね、ご紹介いたしました。この動画がね、よかったなと思っていただける方はぜひチャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いします。はい、デレクの石本がお送りしました。